どうもこんにちは、ビオファリンパインです。今日は焼きそばを作ります。はい、火つけます。はい、火ついてますで、油を入れます。これぐらい。はい、で、ちょっと鉄板が馴染むまでちょっと待ちます。ちょっと強火にしよう。はい、で、油をちょっとなじませます。はい、ここで鉄板が温まってきたらウインナーを入れます。はい、ウインナー入りました。で、ちょっと薬味を最初に入れます。ネギをちょっと入れます。まあ香りが飛びますけど、香り付けで最初にネギ入れます。はい、で、焼きそばを入れます。はい、焼きそば入りました。で、ちょっと油をなじませます。で、裏面なじませてちょっと置きます。で、ちょっと置きます。この状態でちょっと置きます。ウインナーをちょっと炒めながらちょんちょんで、で、全身に油が通ってきたら、お水を入れます。蒸し焼きそば、ちょっと水を入れて麺をほぐします。はい、で、ウインナーもちょうど温まってきました。はい、で、ちょっと軽く麺をほぐしながら炒めていきます。はい、で、ちょうど馴染んできましたので、ここでもやしを入れます。もやしはすぐ炒めたらできるので最後に入れます。裏返して若干蒸し焼きにします。ちょっと炒めます。おいで、もうちょっとかな、もうちょっと炒めます。もやしのシャキシャキ感を残すためにちょっとだけにしときます。はい、軽く炒めました。で、ここで焼きそばのソースを入れます。はい、焼きそば、これ2人前なんですけど、2人前分入れたら味濃くなるから 1.5 人前、ちょっと半分ぐらいにしときます。で、混ぜます。うん、いい匂い。はい、ソースを全体的に絡めます。で、馴染んできましたらちょっとごま油を入れます。ちょっと、あ、これごま油ないやつ、もう辛、ちょっと入れます。はい、
ごま油入りました。ここで卵を入れます。卵は用意してません。やばい。はい、卵割れてしまいましたけども、卵を入れます。はい、ここでさらにまた絡めていきます。で、最後にまた香り付けとしてネギを入れます。はい。で、またちょっと炒めていきます。ほら、卵が相まっていきます。これやったら焼きそばだけでもいいですし、焼きそばとご飯ともう一緒に食べれます。はい、ちょっと焼きそばっていうよりも炒め物に近いぐらいです。はい、これで完成です。はい、火を切ります。で、焼きそばを入れます。はい、ちょっと入れて、もやしも入れて、はい、で、ウインナーを1個トンって乗せます。はい、これでビオパリンパリンの焼きそば完成です。ありがとうございます。